さ、ああ今日着てるこれキューティーとユーミン、俺毎日ヴィンテージ着るルーティーン、これヴィンテージでそれヴィンテージ着てるブラックモールスキンで俺がドープスキン、イエーイ。で、横山です。横山さんですね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今実は僕この1ヶ月で、はい、まあ約150万くらい、150万ヴィンテージに実は一気に投資したんですよね。言葉一つ一つの説得力がやっぱ本当に服を愛してるからこそ、そうですね、出るその熱量というか。え、服好きになったのどのくらいなんですか。もう小学校の後半ぐらいにもうめちゃめちゃ好きになって、自分で最初こう、あの静岡沼津が僕出身なんですけど、沼津で初めてメッシュキャップをかぶった男と一時期ずっと豪語していて、メッシュキャップ、メッシュキャップをかぶった男が小学校で、うんうん、まあ、当時ってまだメッシュキャップ全然まだ認知されてなくて、でメッシュキャップにただかぶるだけじゃかっこ悪いと、ここのところに、まあ、小学校の頃ならでは一番かっこいい言葉を書いてやろうと思ってここのところにモンスターって書いてあるスプレーでモンスターって書いてある。モンスター登場よ、ハモスインスタルタンってかぶってて、でなんかあのかわいいっすね、めちゃめちゃ、まあ、周りから見たらうわやべえやつがいるだと、変なやつだなるわっていうふうに思われてたんですけど、なんかその頃からやっぱ自分が服っていう身につけるものにすごくこう興味があって、自己の表現というか、そうですね、なんかファッションっていうのはなんかこう流行に乗っかるよりもなんかこう、はい、自分のね発するものというか、そう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 、なんかすごくこう自分、まあブランディングって言葉じゃないんですけど、自分らしさを表現するっていう部分では本当にそのストーンアイランドでめちゃめちゃ分かりやすいですよね。あのマルジナも本当に分かりやすいんだと思います。こういうタグがついてて、ストーンアイランドもこういうタグがついてて、でただこれを着ていったその先になんか自分らしさがまた見えてくるかなっていうので、今は本当にもうノータグ のそれこそヴィンテージにもう一回立ち戻って、分かる人にしか分からないというか、自分がこの価値が正直周りから見たらそこまでね高くなくても、では本当の市場価値っていうのを自分が知っていればすごくこうあの愛せるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。自分で価値を作るみたいな、そう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 、ね、割と、うん、なんですごくそういうところにヴィンテージとしてのエイジングとか、なんで僕めっちゃそのあのキリさんとユウツさんもそうですけど、リグさんもそうですけど、あのめっちゃ着る、やっぱ着るじゃないですか、はい、そうですね、取っておいてコレクションするってのはもちろんとあ、ね、一つの楽しみ方だと思うんですけど、やっぱ着てなんぼ、さっきの当たりも着てなんぼですし、着て自分のライフスタイルに合わせていく、ヴィンテージを合わせていくっていうのが僕 の、うん、あの割とこうスタイルだったりとかしますかね、うん、なんで新品すごい多いですよね。新品にこういう古着をちょっと入れてあの楽しんでもらうこと、うん、少ししようとか、なんかバランス感というか、そうそうそう、はい、なんか新品だけだとまたなんか違いますね。そうなんです、うまく混ぜ込んで、はい、はい、追加でなんか欲しいものがある、ね、あるとかないとかありますね、はい、やっぱこうベンタイルの実は158、これはサイズ、サイズいつ、これすサイズ4なんですよ。あ、4なんですけど、でもまあ悪くない、悪くないです。あとあれです、珍しいですね、ベルスタッフ、ベルスタッフ製なんですよ。ベルスタッフ製なんですね。はい、 BIL がそうでしたっけ。はい、すげえ。なんで割とこうこのベルスタッフ製のディティールにすごく僕は惹かれて、そのなんかループついてるんですね。そうなんですよ。これが唯一判断できる。あ、そうなんですね。ポイントらしいですよね。で、あとなんかこういろんな多分あの時期によっても本当に生地感とかの厚さも違ってくるみたいですけど、なんかもっとサラッとしてたりもしますし、ね、違いますよね、はい、僕が持ってるのもうちょいなんかこのツルツル感ありますね。これなんかヌメヌメ感あるというか、そう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 、まあ経年もあるんでしょうね、全然違うな。そうなんですよね、触った感じが全然違うんですよ。そう、あ、そう、シーズンだったりとかそのサイズっていうとやっぱこう、お、裏から、裏もまだまだあるんですね冷たくなるのがやっぱりこうサイズで、はい、事前に聞いてたんですけど47と52のこうレパートリーが多すぎてそう、そうやっぱり定番のものは本当に最も一番こうベストなものを自分の中で買いたいなっていうので、はい、まあ、1、2
サイズっていうのが自分の中では。すごいっすよね、よくそれあるなっていう。そうなんですよ、レッグスももうぴったりで、M52 ってなかなかやっぱりこう皆さんグッと絞って履くっていう、ただ僕の M52 の履き方っていうのは、さっきの新品と合わせることをもともとの基軸としてあるとするんで、あとビジネスでもですね、確かに履いてますもんね、履いてますね、仕事でもやっぱりこういうのに、実は全然関係ない、あのそれこそまあこれはオールじゃないですけど、あの バブアワセとか、あとはそれこそ全然違うブランドですけど、あのイタリアのブランドですね、はい、あの LBM っていうブランドを普通に合わせて、これシャツみたいなので、あの合わせたりとかするような形で、もうあの自分の中では割と綺麗なサイズ感っていうのを選んだりですね、あとは少しこう生地の張りが違うような14サイズと12サイズですね。全然生地感が違いますよね。違うんですよ、作ってる工場どうやら同じっぽいんですけど、やっぱこういうのもこの個体としての楽しさとか面白さみたいなものって本当にあるなって思っていて、あ、本当工場一緒っすね。そうですよね、確かにこう年代によって生地が違うのかな。全然なんかこっちの生地感が前期タイプらしい。あ、そうなんだ、ちょっとカーキドリルっぽいやつ、うん、確かに確かにパンツがあれですよね、いや、まだまだいっぱいあるんですよ。あと4時間ぐらいやるから、はい、これもう明らかに、ね、ループタイプ、はい、あ、これショーツなんですね。これショーツです。うーん、ありがとうございます、はい、ショーツの前期初めて見ました。切られてるんですかね、これ切ってるんですかね、なんかどうなんだろう、レングスがそんなことないよね、多分84の M だから、まあまあどうなんだろう、うん、この場合の84ってあれだよね、確かウエストだよね。ウエストっすね、うん、M だからもしかしたら確かになんか切られてるのかもね。カットしてました、ね、はい、そうなんですよ。おー、まあ、M52 のこういうメシックな感じからすげえ。まさに今はときめく、そうですね、ちょっとおー、ちょっとプレスかけられてないんですけど、ジュギアさんですかね、もういや色もやっぱり欲しくなっちゃいましたね、こういう茶色っぽい茶系から、これが、まあ、あの定番、まあ、13ですよね。一番ベーシックの。そうですね。僕、あの全部後期にしてます。あのビジネスで履くのに。ああ、そうですね、うん。前期はちょっとでかいですね。13で、すげえ。割と、これはもうあの色違いで買って。で、これが、まあ、21。これが一番最初に買ったベーシックのやつですよね。21、これはよく最近見るなと思いながら、なんかビジネスとかだと21あたりとか、そうですね、ビジネスだと11が、うん、ああちゃんとあ、そうですね、ありましたね、ちょっとはい、割とピシッと入って、すごいこれだけでもう総額20ぐらいすごいすごい、うん、なんか M47 それこそあのマルジェラの名残もありますけど、やっぱりこう、本当にもう機能美としてとか、うん、自分がこうベーシックとして最高だなって思うものっていうのはこうやって集めて、持ってて履くようにしてますね、うん、でもこれでもまだやっぱ服欲しいになるんですか。いやー、なりますね。いやー、もうなんていうんでしょう、飽くなき探求というか、もうヴィンテージは僕本当に1年生2年生ぐらいのレベルなんで、いや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 、なんでちょっとこう今もうヴィンテージ1回潜っちゃおうかなっていう、そういうのいいですね、ヴィンテージで潜るっていう、はい、いやもう掘るっていうの、自分からもう潜っていくっていう、もう捨て身じゃないですけど、はい、1回どっぷり使ってた時に感じる、絶対にこうで、古着って本当に僕もともと、それこそ沼津ってジュジュカって店があるんですけど、はい、聞いたことあります、ね、はい、割とこうちょこちょこ買ってたんですけど、本当に買ったことが本当にまあなくて、はい、いつもこう見てるだけだったんですよ。なんですけど、こう手を伸ばして買うっていうことにチャレンジしたっていうのが、この本当に1年ぐらいのことですかね。あ、そうなんですね、はい、でもまあやっぱり一番買うのはバールさん。バールですね、よー。ちなみに最近行ってます、バールさん。いやもうなぁ、もうしょっちゅういつは行ってまして。じゃあまあ、ええ、今日とかはこの後はまあいいですよね、まあ、バールとか。はい、ちょっといやいやいや、何ですか、僕のルーティーンですから。ルーティーンなんですか。僕のルーティーンです。あ、開店1時間前から、仕事しながら並ぶっていうですね、はい、やっぱりこうバールさんはまだまだ知られてないお店で本当にもう並んでる人いないんですよなんですけど、やっぱこう、なんていうんですかね、僕の古着を
古着が好きだってことをなんか気づかせてくれたお店っていうのがバールだったんで、もうバール一点集中すごい、うん、これがちょっと僕がここまで短期間でヴィンテージを一気に集めることができた、はい、あの一つの秘訣かもしれませんね。じゃあちょっとこの後、はい、まあちょっと近いですもんね、はい、ここから。いやもうそうですね、行ってみます。いいですか。いいですか。あ、行っちゃっていいですか。行きましょう。行きましょう。というわけで着きましたね。来ましたね、バール。このね、バールっていうお店、実はですね、僕の名前横山スバールから来てるんです。マジっすか。冗談ですね。さあ今日は何買おうかな。早いっすね。最近は何買われたんですか、ここで。いや最近実はやっぱ一枚袖もう一回欲しいなと思って今この着てるこのバブリーの体温計のコートをもらいましたね。はい、まあ、ここがすごい特徴的ですよ。ボタンがないんで、めちゃめちゃいろんなブランドでサンプリングされてるんですけど。あ、ボタンないんですね。そうなんですよ、タイでロックするっていうのでタイロック券なんですけど、やっぱりコモリとかいろんなブランドがめちゃめちゃこれサンプリングしてるんですけど、このバールでまさか出るとは思わなかったけど、めちゃめちゃもう会った瞬間にもうこれ買いますって言ってました、ね。